本題に行きたいと思いますが、私はよくよく検討しまして、黒川検事長の定年延長というのは二重に違法な人事ではないかというふうに思っています。第1はですね、安倍内閣による解釈変更は、本来は法改正でなすべきもので、行政の裁量の範囲を超えて違法なんじゃないかと。第2については、しかも人事の時点、1月31日時点で、本当は解釈変更はなされていませんので、これは違法なんじゃないかということであります。で、今日法制局長官、来ていただいてますね。はい、近藤長官、今回の内閣による解釈変更を了としたのは1月の何日ですか。内閣法制局長官、近藤正春君。お答えをいたします。今回の検察官について、国家公務員法81条の3の勤務延長制度の適用があるかどうかということにつきましては、検察官を含む一般職の国家公務員の定年引き上げに関する法案の検討の過程でご相談を受けたものでございまして、先月の半ば、17日からそのご相談を受けて、21日までかけて協議をいたしまして、お回答を申し上げたということでございます。はい、委員長。山尾志織君。解釈変更ということを総理がおっしゃってから、その後ですね、応接録というのが出てきたわけですね、1月17日から21日、法務省が法制局に相談をしているという記録であります。で、このちょっと内容のことも言いたいんですけど、長官に聞きます。国会答弁で、検察官は適用外であると明確に除外しているものを適用内であると明確に変更するのに、なぜ国会に諮らず内閣の解釈変更で足りるというふうに考えたんですか。内閣法制局長官、近藤正春君。お答えいたします。行政府において法を執行していく際にですね、各法律の解釈につきましては、一義的には法令を所管している主務官庁において日常的にやり、その中で運用しているわけです。塩利君。一般論で解釈変更を認めることがあるやなしやということを私は質問していません。この論点について、過去に答弁で適用外と明確に除外しているものを適用内と変更するのは、解釈変更では足らないと思うんですけれども、この点はどう具体的に検討されたんですか。あるいは内閣、検察官というのはですね、行政官でありながら準司法官なんですよね。そういう検察官の政治的中立性を制度上どう担保するかというのは極めて重要な論点ですよね。例外的に解釈変更で足りる事柄だと私は思わないんですね。でこれについて、だって総理の采配で、政治の采配で検察官の定年延長を左右できるようになったら、政治家に対する犯罪捜査のインセンティブが下がるでしょう、制度的に。また公務員の一般職との比較では、検察官は極めて強い身分保障がなされていることとの均衡も考える必要があるでしょう。こういう具体的な検討をいかにされたんですかということを聞いています。内閣法制局長官、近藤正春君。先ほどの法律についての解釈の変更については、これまでも政府としての考え方っていうのは、いろんな質問収集等で、ご説明をし、お答えをしておりますというところでございますけれども、まさしくその法令の解釈っていうのは、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また議論の積み重ねのあるものについては、全体の整合性を保つことにも留意して、論理的に確定されるものであり、政府による法令の解釈はこのような考え方に基づき、それぞれ論理的な追及の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化と、それから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお前期のような考え方を離れて、政府が自由に法令の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えていると。ただ、このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することは非当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えている、こういう政府は考え方を取っておりまして、今回のものにつきましても、私ども、個々の人事とはちょっと関係ございませんで、法律をどう解釈していくかという時点でございますので、その意味では、こういう政府の解釈に関する基本的な考えに基づき、法務省において、今回、解釈の変更が主導であるというご判断をされたというご説明がございましたので、私どもはそれを了としたということでございます。
お静かに、山尾詩織君。まあ、つまりね、政府が主導であると判断したので、私どもは了とした。長い答弁されましたけれども、結局結論はこれだけです。その政府から主導であるというのを受けて、どういう検討をして私たちは了としたのかっていう、この中を聞いたわけですけれども、一切答えないと。まあ、内閣法制局はまあそういうふうにまあなってしまってますからね、もうこの数年。ちょっと結局結論ありきですよね。実質的な検討全然してないんですよね。あ、したら言うでしょう。私はきちっとした内閣法制局の検討の過程がね、今あれば、まあ、これはこれちゃんと受け止めて、もう一回自分で考えてみようと思いましたけれども、検察官という職業の特殊性に着目した実質的検討、一切なされてないということがまあはっきりしました。こんなんで本当にいいんですか、内閣法制局。もう一つ、人事の時点、まあ、だからもうつまりね、こんな説明では、これはもう裁量の範囲内で解釈変更でいいんですよなんていう法制局のお墨付きは何の意味もありませんよ。こんなんダメですよ。これもう違法ですよ、やっぱり。もう一つね、人事の時点で解釈変更なんてなされてないんじゃないですかっていう話聞きます。森大臣、最終的に安倍内閣として解釈変更したのいつですか。法務大臣、森雅子君。国家公務員一般の定年の引き上げに関する検討、これは昨年からずっとしておりますけれども、その一環として、検察官についても検討を進める過程で、国家公務員法と検察庁法との関係を検討してきておりました。検察庁法を所管する法務省としては、検察庁法が定めるこの定年の特例が何かという点。質問と違うんだ。どこでという時期のご質問でございました。そこでその時期が昨年来、その国家公務員法の改正の、はい、最終的に安倍内閣として解釈変更したのはいつですか。ちょっとお待ちください。どうぞ。ごめんなさい、委員長すいません。はいはい、答弁どうぞ。ご静粛に大臣答弁どうぞ。この解釈を取ることによって、内閣法制局や人事院とも協議を行って、異論がない旨の回答を得た、その後でございますから、1月末下旬であるというふうに認識しております。山尾詩織君。なぜ1月何日というふうに特定できないのか、理由を教えてください。法務大臣、森雅子君。ご静粛にお願いします。閣議の正義を行ったのが1月29日でございますので、そこが正義という意味では日程となります。山尾詩織君、お静かに。結局ね、後から解釈変更したということにしてるから、自分がやった正義は1月29日だったなと、だったらその時に解釈変更も閣議として政権として終わったことにしておかなきゃいけないよねと、こういう思考の過程が全部見えるわけですよね。1月29日でいいんですか。法務大臣、森雅子君、どうかご静粛にお願いいたします。はい、今ほどご推測のようなご質問をいただきましたけれども、解釈についてはですね、従前から答弁で申し上げます。ている通りですね、内閣法制局と人事院と協議を行って異論がない旨の回答を得たその後でございますから、1月下旬あるというふうに申し上げておきます。山尾詩織君。何日ですか。法務大臣、森雅子君。内閣法制局のとの協議が1月17日から21日にかけて、人事院との間の協議が1月22日から同月24日にかけてでございますので、その後でございます。山尾、何日ですか。法務大臣、森雅子君。少しお静かにお願いします。解釈の変更はの時期というお尋ねでございますけれども、法務省としては、もともとこのような解釈をし、それを法制局と人事院に協議をお願いしておりますので、内閣としてすべてその協議が整ったということであれば、法制局が21日で、人事院が24日でございますので、人事院から24日に異論はない旨、回答を得たときというふうに存じます。はい、
山尾